よくできた家電のようなスポーツワゴン、エクステリア。国産と違い、あちこちひねくりまくったデザインではないです。ベーシックな要素の中に性能をふんだんに詰め込んだデザイン。200キロ巡航を標準とした空力デザインは、日本国内制限速度では風切り音など物音せず、至って静かな室内空間に。インテリア、 C クラスと比べて豪華さに欠けるという評価を稀に見ますが、趣向の違いで A4 はよくまとめられた機能性に優れたデザインだと思います。エアコンパネルやインパネ、送風口、どれをとっても飽きがこなさそうな質感の高いデザイン。室内はどの G-SEG より広くゆとりがあります。エンジン性能、鳴らし中につき3000回転より回していません。 DCT によるエンジンは非常にスムーズな吹け上がり。 DCT 特有のゼロスタートのギクシャクは全モデルより改善されています。走行性能、今期より前後リンクサスペンションになった A4、 高速を走りましたが、その恩恵は感じ取ることができます。 S ラインは乗り心地が硬いと評価されていますが、初期馴染みが出始めると気にならなくなり、リンクサスペンションの自然でスムーズな動きと、きちんと仕事してくれてる感が非常に好印象でした。乗り心地、購入直後よりだいぶ突き上げ感がなくなりました。今期から遮音性が上がり、快適な室内空間を演出してくれています。燃費、鳴らし中につきミキサイにしますが、 AWD にしては良さそうな印象。価格、性能から考えれば相応な気がしますが、他2社より値引きが少ない分割高感はあるかも。総評、鳴らし運転中につき後日掲載。サイズ、デザイン、性能ともに他2社よりバリューありと感じました。夜間走行の際の LED デザイン、全体の質感、おしゃれな感じですらら。